ビハイアの下です、今回ですね、楽勝部でどういった人材が採用できたのかという具体的な事例についてお伝えできればと思います。で今回お伝えするのは、ゲームプランナーですね。で確か東京の会社さんからですね、ご相談いただきまして、やっぱりこれからいろんな、ゲームジャンルを作っていく必要があるので、その中の一覧アップに入ってほしいということですね。で実際入られたのが、家庭用ゲーム機やってる方では、言うても経験そんなに1年程度って浅いんですけども、某大手企業で音ゲーやってたっていうことだったんで、ちょうど音ゲーも近々作る予定もあったし、そこら辺の人員も含めてですね、実際内定が決まりまして、我々としてもすごく良かったなと。でこれから新しいジャンル作るってことは、また新しい、もしかしたら大ヒットも生まれるかもしれないですし、既存ラインから生まれる可能性はもちろんあるんですけども、やっぱ新しいところを開拓した直後ってやっぱ人がすごく集まりますので、そういった何かお手伝いですね、我々もできればと思っておりますので、アニメゲーム漫画業界のクリエイター採用したい会社さん、ぜひこちらの方までお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。